メタロビエツはポーランドの小型ミサイル艦である。定名はポーランド語で金属項のこと。定番号は436。ソ連で建造された1241型大型ミサイル艇の一隻でポーランド海軍で運用された。艇の規模からコルベットに分類される場合もある。 ポーランドで運用された1241号計画、モールニア型大型ミサイル艇は、1241RE 号計画、モーニア型ミサイル艦と呼ばれた。ポーランド人民共和国は、輸出型1241型の初採用国で、最終的にイオン石を運用した。ロルニクは後期型の一番艇で、1989年1月13日、 ロシア共和国ルイブンスクのビーインペル設計局で、竣工した。後期型は、後方レーダーが、キバーチニに変えて、ペチョーラ1になっている。メタロビエツは、他の3隻とともに、ポーランド海軍の主力艦隊である、第3分艦隊に所属し、領海の紹介任務を、主とした。初期の2隻が2000年代初頭に退役したのに対し、 メタロビエツはその後も運用中であるが、2008年中には退役することが予定されている。ありがとうございます。